ドクトルカッチャン健康にキッス、キッス FM からお送りしています。6月の13日のテーマは、はい、食中毒の予防と食品の管理です。あら、それ重要ですね。大事ですね、これからですね、これからのシーズンは、はい、で本日もゲストをお迎えいたしております。田中科学実験所、田中菅さんです。どうぞこちらの方に、はい、ようこそようこそ。かわいい菅さん、菅さん何持ってるんですか？これはあの最近うちの商品、はい、発売したんですけれども、うん、トイレ用消臭剤なんです。はい、トイレ用消臭剤、はい、新しいタイプの消臭剤で、はい、あの通常でしたらお手洗いの後に消臭剤を使うというものが通常なんですけれども、はい、こちらの商品はあのトイレの前にお使いいただきます。前に使うんですか？はい、飲むんですか？え、違うんです、あの用を足していただく前に、うん、お手洗いの便器の水たまり部分あるじゃないですか、はい、あそこに2滴ポトッポトッと落としていただくんです、はい、それから用を足していただきます、はい、そしたら匂いがしないの？はい、飲んだ方が効果ありそうよね。決して飲まないでください。飲んだらダメだよ。はい、飲んだらダメなんですけれども、はい、あの水の中で嫌な匂いを吸着消臭して、うん、そして嫌な匂いが空気中に上がらないという、うん、こう優れものの商品になっております。今ねすっごい売れてて、女性の人たちからもね大注目されている商品なんですよ。名前はピピ&ププ。かわいい。なんでその名前に？あ、こちらの商品の名前の由来は、あの外国のお子様が おしっこに行きたいっていう時にピピっていうふうに言って、あの、行きたいっていう時はプープーっていうので、うん、それをもじってピピアンドプープー。いや、まだ僕お腹の声があるから、ピッピッピッピ出てね、プー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 出る時にね、私もそうかと思った。かっちゃん先生もね、便秘は大敵っていうふうに ね、いつも言ってくださっていますもんね。便秘さんの近くはね、寄らないようにしてるの。ね、鼻に出るから。なんだそれ。さて、あの今回ね、便のその匂いとか尿の嫌な匂いをシャットアウトするっていう商品をねご紹介いただきましたけど、はい、あのちょっと話は変わりますけど、さっき食中毒っていう食べ物つながりでね、はいはい、先生お話今回テーマでっていうふうに挙げてくださったでしょう、はい、怖いですねこれからのシーズン。そうですね、まあ、だから管理だけちゃんとすればね、うん、だから、まあ、放送ちゃんと聞いていただいたら、ね、はい、あの管理の仕方も分かると思いますんでね、楽しみにしていただけたらと思います、うん、はい、先生それで OK？ここで全部喋っちゃうの？そうだよね、そうだよね、はい、ということで今回は食中毒についてをテーマとして、はい、皆さんにいろいろとかっちゃん先生がまたお話をしてくださいますので、はい、ぜひ毎週土曜日11時30分午前です。キッス FM 神戸 89.9MHz で放送中ですので聞いてくださいね。皆さんお楽しみに、お楽しみに。